こんにちは、速稼塾の久保です。画像を見ていただいたらわかると思うんですけども、二階幹事長がいるんですよ。で、まずはね、二階幹事長が何を言われたかってことを話します。それは今回の新型コロナウイルスの収束が、まあもしね、実現したら、中国の習近平さんですか、お礼を言いに行きたいっていうふうに声明を出されたんですよね。これどういうことなのかなと思って、いろいろとリンク探ってみたんですけども、その全てのリンク元が消されてるんでね、ちょっとなかったんですよね。で、やっとたどり着いたのが、うっぷんばらしっていうブログなんですけども、まあちょっとね、そこには本文書いてなかったんですよ。まあですけど、一応紹介しておきます。こんな感じです。一応ね、このブログのリンクも下の方に貼っときますけども、ちょっと今回の二階さんの発言、意味が捉えきれなかったんで、なんかわかる方がいたら教えてください。にしてもね、二階さん、なんか、いつもこうやって、後ろにね、なんか、ガードマンみたいな人抱えて、いつも3密ですね。何なんですかね、この人ね。この二階さんが、この自民党でこういう要職についていて、国民に何かいいことあるんでしょうか。ちなみに二階さん、領収書なしのお金、毎月10億円ぐらい使えるそうですね。毎年だったかな。10億円ぐらい自由に使えるらしいんですよ。そりゃ、ね、優遇されますよね。さすが上級国民でございます。では、行ってらっしゃい。